さて皆さんは牛乳チャレンジご存知でしょうか。先月北海道知事からこんな呼びかけがありました。牛乳チャレンジ。鈴木知事が SNS で牛乳チャレンジを呼びかけました。美味しい牛乳を飲んだ姿を、また美味しい乳製品のそういったレシピ、料理なども開けていただいて、 SNS でこの全国にこの流れを広めてくれたら嬉しいなというふうに思っています。まあ、なんといってもね、新型コロナウイルスの影響で、はい、学校給食が休みになったり、あとね、飲食店なども休業したりしてて、この牛乳の消費量というか落ち込んでしまってるんですよね。そこで牛乳を飲んで SNS に投稿し、酪農家を応援しようと鈴木知事が呼びかけたのがこの牛乳チャレンジなんです。今この牛乳チャレンジの輪が広がっています。牛乳チャレンジを今日やろうと。じゃあいただきます。北海道コンサドーレ札幌の荒野選手、鈴木武蔵選手たちも SNS で牛乳チャレンジ。地元ミュージシャンハンバーガーボーイズも応援。 HBC アナウンサーから回す牛乳チャレンジリレー。佐藤彩アナウンサーはなんと2ヶ月も前から個人的に牛乳消費拡大キャンペーンを始めていました。いただきます。十勝観光大使でもある堀内アナウンサーもいち早く牛乳を応援。 HBC 各番組のメインキャスター、リポーター、パーソナリティから SNS で牛乳チャレンジのバトンが次から次へとつながっていきました。お家の中にいながら酪農家たちを応援できる牛乳チャレンジ、ついに私、加藤のところにもバトンが回ってきました。いや、初めてのインスタグラムの動画投稿ということで頭の中は真っ白ですが、そんな時はまずは牛乳。心が落ち着きます。僕は運動した後にも牛乳を飲んでます。牛乳を飲んで体作り、心身ともに牛乳には本当にお世話になってます。さあ続いては白い牛乳、ホワイトつながりで金曜ブランチ、金ブラファミリーのこの人たちにバトンを渡します。どうぞよろしく。そう、ホワイトエクスプロージョンです。ホワイトエクスプロージョンはダンスボーカルグループイケメン6人組。まずはスイーツ男子の石中ふぶきさんと三浦拓也さんへ。今日は三浦拓也さんの牛乳チャレンジです。加藤さん、バトン回していただいてありがとうございます。もう、金ブラファミリーだなんてもう嬉しすぎますよ。いただきます。牛乳を飲みましょう。次はですね、いつも優しくしてもらってる HBC 金曜ブランチの MC 渡辺陽子さんにバトンを回したいなと思います。そしてもう一人、ホワイトのですね、佐藤匠にバトンを回したいなと思います。ということで陽子さん来ました。拓也くんからバトンが回ってきました。はい、ホワイトの拓也くんから私のところに牛乳、チャレンジのバトンが、はい、いや、ちょっと待ってください。牛乳行く前に、はい、ごくごく飲んでる音を、うん、はい、こんなに素敵って思うことないですよね。なかなか嫌だって思うことあるかもしれないけど、まあだってあそこにマイクこうやってね、向けてる人あんまりいないですよ。いや、素敵でしたよ、拓也くん。では、拓也くんからいただいた牛乳チャレンジのバトン、私もしっかり受け取って牛乳チャレンジに参ります。腰にて、そうですね。めっちゃ美味しい。さっき体操したからなおさら、うんうん、いつも以上に美味しく感じますね、はい、やっぱり体を動かした後っていうのはこういう冷たく冷やした牛乳最高ですね。ということで、この牛乳チャレンジ、私から今度は2人のナイスガイにバトンを渡そうと思っております。はい、はい、そのお一人はですね、ルイさん。
吉田瑠衣さんです。まだ一緒に仕事をしたりしてね、お世話になってるんですけれども、はい、HBC テレビでは、北海道ぶらり町巡りという番組でもおなじみです。吉田瑠衣さんでしょ、うん、でもう一人のナイスガイは料理研究家の高健哲さんです。私もねもう10年以上お会いしてないんですけれども、はい、以前HBC テレビの情報番組で料理コーナーを担当してくださったんですね。ということでお二方とも東京にお住まいですから、うん、この牛乳のリレー、はい、牛乳チャレンジのバトンは道外、はい、そういうことになりますね。ポーンと渡ってまいりますよ。でこの牛乳チャレンジ、はい、僕も頑張って SNS でやったんですよ。頑張ってたね、そう初めてのことでね。陽子さんどうするんですか。私ね、SNS 全くやってないんです、うん、なのでスタッフにお願いをしまして、はい、モンスケ TV の方でアップしてもらえるようになったので、うんうん、はい、ぜひそちらの方で皆さんに見ていただきたいということになっております、はい、さあということでルイさん、ルイさん今回お酒じゃないですよ、牛乳ですからね。牛乳チャレンジよろしくお願いします。そして高健哲さん、お久しぶり、忘れてないですよね。ということで、健哲さんも牛乳チャレンジのバトン陽子から送りますお願いします。絶対に拒否しないでくださいねどうしよう、拒否されたらどうしようそんなことはないでしょう、はい、お願いします、ね、はい、次のバトンの様子はまた来週お伝えします、はい。